パワフル級防護巡洋艦は、イギリス海軍の防護巡洋艦のクラスで2隻が建造された。本級は通称破壊を目的として設計された。本級は、船体が大型化したため建造費も高騰し、その貧弱な兵装を非難された。しかしながらその正解力から輸送任務に徴用された。本級の武装、装甲配置を示した図。船体は、平ら甲板型船体である。 水面下に、昇格ライフル砲を単層形式の砲塔に収めて一機配置した。その背後の司令塔の上に、両脇に、船橋を持つ操打環境と二段の見張り所を持つ、ミリタリーマストが立つ。ケースメイト配置の副砲。船体中央部に等間隔に四本煙突が立ち、その周囲はキセル型の通風塔が立ち並び、その外周は、関西艇置き場となっており、 日本一組のボートダビットが片弦二組ずつ計四組で運用された。複方の 15.2cm 速射砲は原則ケースメート配置で前後に張り出しを設け上下に一門ずつ計二門を配置し、船体中央部に単装で二門を配置した。四番煙突の後方に後部ミリタリーマストと後部環境が立ち、そこから 後部看板上に 23.4cm ライフル砲塔が、後ろ向きに一機配置した。この武装配置により、監視方向に、最大で 23.4cm 二1ン 15.2cm 砲4門、減速方向に、最大で 23.4cm 二2ン 15.2cm 砲6門、完備方向に、 最大で 23.4cm 方1門 15.2cm 方2門が試行できた。写真はテリブル。両艦は中国で貢献し、第二次防和戦争ではレディ・ースミス方位戦で上陸部隊を輸送した。この戦いからイギリス海軍ではフィールドがコンペティションを始めるようになる。両艦の上員はさらにディワダンの乱の鎮圧にも参加した。 1904年以降、経費抑制のため予備役となり、第一次世界大戦では、ほとんどの兵装を取り外した上輸送艦として任務に従事した。パワフルは1929年に、テリブルは1932年にスクラップとして廃棄された。ありがとうございます。